こんにちは、分散型金融のディファイっていうのがあるんですけどもこちらの方はね単純に言うと相対取引なんですよねで中央集権じゃないんでまあ当局の管理外ということにはなるんですけどもそこに目をつけてね分散型金融のディファイに対してのハッキングですとかそれからまあ盗難ですよねこういうのがものすごく急増していて昨年比でもう14倍になってるらしいんですよね 3000億円が今年被害額として挙げられてるらしいんですよ。もちろん報告されてない被害額もありますので、まあそのハッキングされて盗まれた量っていうのは未知数だということになりますけども、少なくともね、数千億円の暗号通貨、まあ、イーサリアムベースの暗号通貨が丸ごと抜き取られてるということなんですよね。だから分散型金融のディファイっていうのは、思ったよりも進まないなと思ったら、こういうところに穴があったということですかね。うん、はい。まあ、というところでね、 暗号通貨ってのは中央集権を逃れる名目で作られてる部分もありますんでもう自分の管理だけが頼りなんですよね。まあ銀行にお金を預けておくと、まあ、銀行が保証してくれたりとかこの前も誤送金という問題がありましたけどもお金の行方を逆探知して戻すってこともあったりするんですけどもね。で本来暗号通貨ブロックチェーンっていうのがこういうの得意なはずなんですけども現実 盗まれたブロックチェーン暗号通貨がね、戻ってくるってことほとんどないのは、これってどういうことなんですかね。まあ、自分でしっかり管理しろってことなんでしょう。そして甘い話には気をつけましょうということですね。えそれではまたあ、動画の方を送っていただければ幸いでございます。じゃあ、次回、また、ステーキングでお会いしましょう。いってらっしゃい。